タイトル画面なのかなこれ。あ、タイトル画面だ。君にう、おしゃれ。実況プレイ始めていきたいと思います。このゲームは、キノコヌンや妖怪変幻っていうゲームを以前やったことあるんですけど、その作者様と同じ作者様のゲームです。パズルゲームらしいです。やってこ。セーブします。あ、セーブしてくれんの？ネタ。かわいい。いきなりセーブしてくれるわ。ずっと寝てない？エンディング二つあるらしいですね。どういうゲームなんだ？あ、起きた。これは？なるほど、設定ね。あ、なんだ、誰かいるな。あ、なるほど。なんだ、なんだ。あ、なんだ。え、なんだ。何が起こったの？全然わかんない。あ、なるほど。こういうゲームか。なんかあるよね、こういうの。連動してんだ、あいつ。こうやってクリアしてくんだ。あ、やった。なんだ、これ。愛で溢れてるゲームだ。これ下行くとどうなる？おっと。私一人のパートね。封筒がいっぱい。思い出を消しますか？やだ。やだよ。なんだよ、それ。これは？一緒に食べたケーキ。あ、実績みたいな感じなんだ、ここ。なんかゲーム紹介のところに、実績っていうかアイテムを20個集めると、何か起こるらしいです。やってこう。あ、なるほど、なるほど。これは、こうして、こうか。で、こうだね。あ、ラッキーラッキー。で、このまま下降りてって。あ、私たち、一緒に降りなきゃね。やった、愛で溢れてる。愛で溢れてんな、このゲーム。ビール瓶みたいなのが、あ、なるほど、なるほど。ここまで降りて。あー、難しいね。ここ登って、あ、でも降りちゃうことになるか、これ。降りちゃうことになるな。あ、そっか、右とか行くとダメだな。むず。これでいいんか？これでいいな。あー、足りないのか、これだと。え、ちょっと難しくない？じゃあ、ここで、あ、間違えた。そっか、連動しまくってんな。当たり前だけど。ちょっと待って。ちょっと待ってね。あれ、ちょっとむずいな。あれ、ちょっとむずくない？こっち側行っといて、あ、そう、ここ、ここ、ここで止めとこう。ここで止めといて、で、私が、あ、そうだね。こうすればいいんだ。で、こうして、右に行く。あ、オッケーオッケーオッケー。いや、ちょっとむずい。で、上行って、なんかあれなのかな？やってくと、変わってくんのかな？なんか反対になったりとかすんのかな？こっち、あ、そっか。連動、あ、そうだね。ちょっと待って。あれ、難しいな。まあ、アイテムは取れたけど、右と左の感覚が全然つかめてないわ、私。こうしといて、で、このまま上進めばいいか。で、私は右に行かなきゃいけないんだよね、この状態。左に行くとこうなっちゃうから。あ、戻らない。で、こうやって右に行けばいいんだ。あ、ラッキーラッキーラッキー。会えたね。私なんで頭にさ、包丁刺さってんの？大丈夫な？そこら辺。これ何？あ、ステージ、過去のステージできんだ。過去、もう今4ステージ目なんだ。一番最初のステージやろっか、ちょっと。ステージ1。なんか、アイテムあるってことでしょ。あ、そういうことね。オッケーオッケー。これ取っとこっか、一応。ありがとう。よし、セーブしとこっか。次ステージ5だね。これ全部取れてるもんね。あ、なるほど、なるほど。じゃあ、あと10、今4つ目だから、あと16ステージやればいいんだ。ああ！なるほど。こうやって降りて。あ、これ取っとくか。登ってこれるか？よし、いいね。ダメだ。一旦、ここ、あれ？どうしよう。私たち、どうしよう。下がるしかないわね。下がるしかないわね、私たち。下がってもらって、え、どうしよう。右に来なきゃだよね。上行くと、あ、行ける行ける。あ、よし、そこにいて。行くよ、一緒に登るよ。よし。やった、会えたね。楽しい。シンプルだね。バツオは右クリック。バツ。え？どういうこと？え？あ、バツを押すと、
あの同じ方向に、私が進んだ方向と同じ方向に動いて、バスを押さないと、なんかそのまま動きますね。あ、こういうギミックもついにやってきたってことですね。で、これ やるとこうなるもんね。で、このまま上に進んで、あ、簡単になることない？これ、逆に。あの黒髪バージョンで出会っちゃうと、なんかとかあるのかな？え、何なんだろうこのギミック。山本ちゃんの魅力はこんなものじゃない。もっとうまく描ける。山本ちゃんって誰？あ、寝ちゃった。あ、で、これからはそういう、あ、オッケーオッケーオッケー。これからはそういうことやってけよってことね。なんで音なくなんの？なんで音なくなんのか教えて。本当に。怖いから。あ、ダメだ。そうだね。あ、でもこれ、こういう風に行けばいいもんね。で、一瞬登って、会えたね。黒髪の人とさ、どうしたの？あなた。あなたどうしたの？マジで。ちょっと怖いわね。なんでさ、音なくなっちゃうのかだけ教えてくんない？本当に。登って登って、登って。あ、そっか。あ、怖っ。で、こうして、下がってもらって、よし、取れたな。戻ってこれる？あ、怖いね、なんか。ここにいてもらおう、もう。あの黒い子状態で、やったらどうなるか、ちょっとやってみるか、次。セーブしといて。黒い子状態で、あ、私のさ、可動域少なくない？私の可動域が少ない。このまま、あ、そっかそっか。そうだった。こうだね。あ、結構こまめに変えなきゃだね、これ。こっちでいいもんね。こいつが一緒にじゃなかった。こいつが一緒か。あれ、いつの間にか一緒と一緒じゃないが逆になってない。こうだったっけ、もともと。で、上に登って、下がって、で、逆行って、あ、逆だった。あ、いいね。で、こいつで行ってもらって。え、ちょっとむずいな。むずくなってきたな。あ、逆だ。いやー、待って、やだ。あ、でもこのやだを繰り返せばいいわけはないもんね。で、こうすればいいか。黒い子バージョンで撮っちゃうと、みたいなのがあったりすんのかな。一回黒い子バージョンでさ、出会ってみたいね。どうなんのか。あ、そっか。じゃあ、こうして、上行くと、あ、出会えるけど、これで、出会う。あー、出会えないんだ。白に戻っちゃうわ。むず、あ、私が今度こっちなの。やだ。なんかさ、私が取りに行っていいならもうすぐ取りに行っちゃうよ。あ、取れた。あ、黒いとこは行けないわけね。オッケーオッケー。じゃあ、あ、びっくりした。もうできなくなったんかと思った。で、あとは、どんどん登ろっか。下がって、で、そこにいてほしいから、で、左に行くときはこの子に変えて、下、あ、いいね、いいね。会えたね。なんか入れ替わってたね、私たちの場所。何なんだろうね。わー、なんか、謎めいてんな。あそこさ、なんで浮いてんだろう。あ、ちょっと待って。二つアイテムあるね、ここ。怖いんだよな、この子のパート。一緒に登って、あ、そうだね。こう行って、下がって、で、下がろっか。あ、そういうことね。このギミックを取らなきゃダメだったってことね。で、右行って、下がって、一緒に下がって、ちょっと待ってて。あ、そっか。こいつでこう行って。で、下がろう。あとはもうひたすらってことだね。これもうここでもいいぐらいだね。よし。戻って。じゃあ。まだ、操作感が慣れてないっていう。あ、そっか。こいつが上か。あ、いいね、いいね。そのまま上がってって。ちょっと考えちゃうね。今何ステージ目？結構早く行ってんの？あと、
じゃあ、9ぐらいかな。あ、またスイッチ押すやつだ。じゃあスイッチ押して。反対側にもスイッチ あるんだよな。あのスイッチ押すと。ほう。あ、これを押しとかなきゃアイテム取れないみたいなことなのか、じゃあ。あと一歩進んで。で、上に行く。あ、オッケーオッケー。で、上に行く。よし。で、下に行く。あ、オッケーオッケーオッケー。あれどっちが上か忘れちゃう。あ、オッケーオッケー。これでいいね。あ、戻らないよ。で、黒にして。で、一回こいつにして。もう一回上。あ、そっか。下か、こいつの場合。だこうしてこうか。ちょっと待って。今から理解する。あ、黒が同じ方向。黒が同じ方向ね。で、白が逆方向。もうちゃんと覚えよう。やってると頭バグってきちゃうよね。あ、そういうことか。なんで頭バグったか分かったわ。黒は横は同じ方向だけど、縦は逆方向なんだ。ほら。で、白は縦が同じ方向。わ、そうなんだ。じゃあ白逆方向行って。あ、そういうことね。なんか、バグってたんだよな、だから。結構。こっちだった、ボタン、しかも。押して、で、縦逆。で、縦同じ。縦逆。で、横同じ。で、縦逆。で、横逆にして。で、縦逆。で、こいつは同じだから。で、黒で同じ方向にして、まあ、あとこういう風に行って、ここでやればいい。あー、ごめん。逆。で、これで下がってもらえばいいか。二人で。この感じで。あ、オッケーオッケー。これでいいね。いや、頭がバグってきそう。多分めちゃくちゃ簡単だと思うんだけど。これを押すと、あ、なんか大胆に変わるね。大胆に変わるわ。まあ、黒で、いや、あ、そっか、黒は同じ方向。ここら辺いてもらって、上押すと、まあ、一応この辺いてもらうか。あんま詳しく見てなかったんだよな。で、ここ押す。あー、カップラーメンみたいなのが。逆だった、こいつ。あ、カップラーメンみたいなのは取れる状況にいる。で、白は、どっちだっけ？逆だっけ？あ、同じだった。同じ。むず。あー、これ、さっきさ、覚えたのにさ、忘れちゃう。黒は、え、頭の体操っすね、マジで。え、これんくない？あ、黒の時とかであるんだな。これ、黒のこの時とかであるんだ。絶対。あ、待って。で、黒は同じ方向。で、縦逆。だからそこにいてもらって、同じ方向。こっちも縦同じだもんね、白は。ありがとう。今何ステージ目？まだだった。ちょっと手間取ったんだ、さっきのステージ。ここ？ああ、なになになに？そういうギミックもあんだ。あ、戻されるな、これじゃ。しかも俺みたいなさ、縦と横をどっちがどっちか分かってないようなやつはさ、戻されるだろ、絶対。戻されるね。あ、オッケーオッケー。まあでも逆に使えるは使えるか。で、横とかのことを考えなければいいんだ、一旦。縦だけ動かして、で、黒は同じ方向。同じ方向。同じ方向。あ、これショートカットになるもんね。で、同じ方向。で、縦逆。で、横逆行って、同じ方向逆。よし。そういうことだね。よし。これで、縦が逆だからこう行ってもらって、で、縦同じ。こいつは逆だからこのまま俺が行けばいい。ってことだよね。縦行って、縦行って。あ、オッケーオッケー。じゃあ、まず黒で、あ、逆になっちゃった。そうだね。こう、こう、こう。こう。ここにいてもらうか。ここにいてもらって逆方、ここでいいんだ。もうここでいいわ。で、同じ方向に降りて、青。
よし、ちょっと頭こんがらがってきてんな、ずっと。行こう、どんどん。わー、まあどうすればいいかわかんないときは、とりあえず乗ってみるっていうのはある。行け。お、なんだなんだ、結構行ったな。次はじゃあ、右側に行きたいから、黒の子。どうだ？結構行けたね。じゃあ次は左に行きたいな。あー、めっちゃ戻された。戻されましたね。じゃあ、一歩、右に行って、で、縦が逆だ、あ、こうか。あー！元に戻った。え、どこ乗ったっけ、最初。ここでいいのか。で、同じ方向行って、え、どうやって行く？矢印があんのが、矢印があんのがここだから、ここに行けるやつはここ、ここ、ここ、ここ。あ、そのまま上行けばよかったんだ。そのまま上に行けばいいんだ。あー、なるほどね。で、こいつは横逆。で、同じ。オッケー。で、あとは、ここに行かなきゃいけないから、ここに行けるのは、タンタンタン、タン。ここに行かないとここに行けないみたいなとこあるの。え、どうする？ここ行って、こう行ったら、あ、だからここから下は下がっちゃうから、え、どうやって行く？ドルルルルルルル、あ、ここには行くでしょ、まず。下降りてここに行く。で、ここ行った後にどうするかだな。こいつに乗ると、す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 、あ、ここだ。2番目だ。まず、下に降りて、で、こいつで一緒に行って、で、逆方向行くと、もうここにいるから、まあ、あとは上下で、なんとかするしかないね。こいつは上下逆。だから俺が上行くと下に行っちゃうから、まず上に行く。で、この子は左右同じ。だからこいつ左右逆だからここ。で、上下を一旦逆にして、こうか。こうでいいんだ。で、逆で出会おう。オッケー。会えた。ちょっとギミック難しくなってきたな。でも、難しくなることによってちゃんと考えるからバカな失敗はしなくなる。あ、こんな簡単でいいの？あ、どうした？落ち込んでない？え、消えちゃいそうになってるよ。え、消えちゃったよ。わ、めっちゃむずいじゃん。今どこにいる？私と同じ場所にいるんだよね。で、今のあなたって上下同じだから、ここまで行ったらここにいるわけだ。え、ちょっとむずいな。え、もうこのまま会えるか。あ、上下逆だった。やべえ。ってことは今下にいんだ。下にいるってことだよね。下にいるってことは、こうやってやると上に行く。で、こいつで上。あ、こいつ逆だ。え、どっちにいる今。こっち？やべえ。完全にわかんねえ。会えてる。あ、会えてんだ。よかった。どうしたの？なんで消えちゃったの？マジで。あと4ステージ、これめちゃくちゃ鬼門なんじゃない？じゃあ。もしかしたら、セーブしましょう。行こう。また消えちゃうんでしょ？無理だよ。俺消えられたら無理だって。何手で消えちゃうの？何手で消えちゃうの？マジで。あー、もう消えたの？無理だって。無理だ。これ無理だ。ああ、戻ったわ。戻んの？上、白い子が上が同じだもんね。で、左右逆。で、一旦同じで、もうこうやって行けば、端っこには今行ってるはずだから、で、上同じにしてもらって、で、こうして、あ、今そこにいんだ、よかった。たまに出てきてくれるのね、あなた。で、一歩行って、で、この子は上同じだから、3歩上がってるから、ここで、あ、取れたね。今どこ？今どこにいる？今どこにいる？マジで。今どこにいるの？で、左右逆。もう上下これ関係ないから、左右同じ。あ、よかった。お前そこか。で、お前上下逆。今そこに完全にいる。で、左右逆にしてもらって、確実にそこに来たでしょ、今。
で、この子は上下同じだから、あ、よかった。会えたな。あとはもう、これの繰り返しだ。もうそこにいるんだろ？いるんだろ？よかった。どうしたの？暗い顔して。なんかあった？話聞こうか？あと何ステージ？あと3ステージ。あれも最後見、何これ何これ、どうなんの？え、どういうことなのこれ、どういうことなの、どういうことなのこれ、何が起こってんの。まあまあ、消えるよりかはよっぽど楽だけど。あ、なるほどね。あいつに阻まれたらいけないんだ。あ、でもなんかこっちのこのパートの場合遅いね。なんでだろう、なんでだろうね。で、じょ、あー、あんた邪魔ねってなるわけね。す。あ、そっか。でも結局上行かなきゃだ。なるほどね。で、左右同じにしといて。結構上下が動ける場所がいいな、今は。こいつにするとダメだから、ここで行って、で、同じ。あ、やった。いや、なかなかシビアね。で、こうやって言っとくか、先に。止めといて、上下、あー、逆、お前上下逆だったっけ？いつの間にか。あ、そっかそっか。止めて、こいつは上下逆だから。むず。この子の時早くない？ちょっと。で、上まで行ってもらって、こいつ上下同じ。で、これ逆だから、ここ。会えたな。え、チューしてくれなくなった。なんで、なんで。なんなの、これ。これだけ見ていい？何も信じられない。私はおかしい。どうして。え、私がなんか裏切ったんだ。このパートで。だから、チュー、あ、これもしかして頭にナイフ刺さられてんのって、あの女の子に刺されたのかな？私がなんかあの子を裏切ったら。あ、ナイフがない。何なんだろう。ここ何？戻る。いや、やだやだ。あ、二人、ちょ、あ、押せない。喋れない。会えてんのに。二人が別々の道を選ぶってこと？これ。え？あ、待ってって言ってる。俺が出てったんだ。あ、エンド全部回収、エンドつうか、全部回収した。初めての料理。料理は苦手。料理はやめておこう。フライパンは封印。ああ、なるほどね。そういう思い出があるんだ。一緒に食べたケーキ。リンゴを、懐から取り出してニッと笑った。なんでなんでなんで。なんで懐から取り出してニッと笑ったの。今日は一緒に飲もうね。ああ、もうそんな飲める年なの。似顔絵だって。あ、味はある。いいね。95% って書いてあるな。なんか 5% 取れてないのか。山本ちゃんの魅力はこんなものじゃない。もっとうまく描ける。山本ちゃんが私じゃない方ってことか。クレーンゲームの景品をもらった。山本ちゃんは2000円も使った。ああ、頑張ったんだ。私のカップ。山本ちゃんのカップ、恐れ、こういうの嬉しいよね。四つ葉のクローバー。山本ちゃんが道端で見つけた四つ葉のクローバー。こういうのも嬉しいもんね。あ、スマホバキバキだな。どうした？壊れた電話。連絡、しばらく取れない。悲しい。山本ちゃん料理できたんだ。サランラップして扉の前に置いてあった。扉の前？カップ麺。山本ちゃん、私に飽きちゃったのかな？え、なんだ？私、早く元気にならなきゃ。嫌な気持ちが抑えられない。なんで大切な手紙をくしゃくしゃにしちゃったんだろう？え、何があったの？私、病気なの？元気になれる薬。山本ちゃんに会ってない。あ、涙みたいな感じ。あの、三日月の日、山本ちゃんが別の人と歩いてるのを見た。あ、山本ちゃんの方が。あ、で、何も信じられないんだ、今。久しぶりに山本ちゃんと散歩。彼女はいつの間にかいなくなっていた。どこに行ったの？私を捨てないで。フライパンを何に使うんだ？あ、フライパンを持っちゃった。持てんの？え、どういうこと？フライパンを持てんの？私。あ、セーブしちゃった。もう行くか。なんだここ。フライパン持ってる持ってないで絶対違うだろうな。あ、相手ナイフ持ってる。え。相手ナイフ持ったね、今。
戻ろっか。相手がナイフ持ったってことは、フライパンを使うんだ。でもフライパンを使わないエンディングを見よう。そうしよう。刺されるんだ私。頭を刺されたんだ。この子に。だろうな。なんでなんで？山本ちゃんなんで？うわ。何があったの？え、なんで？なんで？山本ちゃん、君に裏切られるって意味なんだ。私がなんか病気かなんかで、病気になったのも山本ちゃんのせいだったりする？どこから目覚めたのこれ。あ、ここか。フライパンはまあ絶対持とう。そういうスタンスで来んなら。ここまでは、ラブラブだったんだ。このバキバキになったスマホあたりからなんだ。私が多分、他の女の子かなんかと連絡を取ってたのかもしんない。もしかしたら。そんでこの山本ちゃんの作ってくれた料理の中に毒が入ってたのかもしんない。もしかしたら。カップ麺は、もう、本当は作れないって示唆してんのかも。だからこの料理はなんか別で仕入れてきたもので、これは本当は作れないよって意味なのかもしれない。私早く元気にならなきゃ嫌な気持ちが抑えられない。なんで大切な手紙をくしゃくしゃにしたんだ。これはなんて書いてあるんだろうね。元気になれる薬。なんだろうね。病気になって、で、会えない間に浮気されたのか、それとも病気にもさせられたのか。久しぶりに山本ちゃんと散歩、彼女はいつの間にかいなくなっていた。どこに行ったの？私を捨てないで。こんなのあったっけ？まあ、一回行くか、じゃあ。全貌が全然わかんない、私。よし、行こう。相手ナイフ取ってた女。どうすんの？山本ちゃん殴るの？待ってよ、山本ちゃん。話がしたいだけなの。あ。話がしたいだけなの。スマホの連絡してたのは違うの？あれは友達なの。ただの友達なの。どうなったの？どういうことだったの？結局。君に出会う。エンド。出会うでいいの？出会うが正しいの？あ、いる。山本ちゃん。あ、山本ちゃん。一中。君に二中。三中。なんかある、これ。え、これは。また山本さんいる。山本さん！え、また殺されるじゃん、ただ。戻ろう。え、なに？この中の回数でなんか変わんの？ 100 ぐらいまでやった方がいい？あ、中された！見た？今。されてる。ほら、見て。あ、めっちゃされてる。あ、すげえされ、モテる。モテてる。私。急にモテた。あ、イチャイチャしてんな、お前らずっと。定期的に返してくれんだ。え、これ、どうすればいいの？もう終わったの？私。あ、なんだ？山本ちゃん、ありがとう。こんな私と一緒にいてくれて大好きだよ。何があったの？いや、消さない、消さない。どういうこと？うわ、全然わかんねえ。どうしよう。21中。私寝ちゃうわ、山本ちゃんいんのに。おほほほ、どういうことだ？ちょっと、わかんなかったから、ゲームの、紹介ページみたいなところを、もう一回じっくり見てきたら、なんか画像が貼ってあって、衝撃的だったんですけど、この、俺が今まで動かしてた方が山本ちゃんです。で、こっちが彼女です。っていうことは、つまり、ここにあるすべての思い出は、全部、彼女側の思い出だったってことなんだ。多分。ってことなんだ。これ、スマホバキバキにしたのとか、山本ちゃんは料理できるんだ。私、あの子は料理できないけど、私は料理できたってことなんだ。だからあの子が病気なのか。山本ちゃんと会ってない。え、どういうことなんだ。で、なんで彼女は私をさ、殺しに来たの？なんか、
この主人公の山本ちゃんはもう多分死んでんのかもしれない、もしかしたら。頭なんか、ま、頭痛に悩まされてるらしいんですけど、夢を見てるんだって。過去から今までのずっと夢を見てるんだって。過去から今まで。だからもう未来には行けないような状態なのかもしれないですね。この彼女みたいな子にもうすでに殺されてるみたいなことなのかな。だからもう裏切られた後だったりすんのかな。で、なんかこれはもうめちゃくちゃ注意しても特に変わりはないみたいなので、そろそろ終わりにしたいと思います。すげえ難しかったですね。本当にこの制作者様が作るゲームは奥が深いっていうか、読み解けないことが多かったりしますね。ただ素敵なゲームでした。脳トレみたいな感じでやっていくのも手軽でめちゃくちゃ楽しかったです。このギミック可愛いしね、ずっと。いやー、じゃあ怖いな。ほんと100までやってみようかな。100までやったら、まあ、何もないって書いてあったから100までやったら多分何もないんだけど、ちょっと100までやって今日は終わろうかな。ほんとなんかこのドット絵みたいなのがめちゃくちゃ可愛いっすよね、毎回。もっともっとたくさん作品が出てて、なんかこのゲームもなんかスマホアプリでできるようになったらしいんですよ、最近。いや、最近かわかんないですけど。それなので、ちょっとパソコンで僕はやってるんですけど、パソコンでやってみようと思ってやってみることにしました。あ、もうちょっとだ。あ、100回目はあなたがしてくれた。あ、これで終わり。またどこかで、あ、こういうのあんの？何これ、嬉しいんだけど。やった。あった、こういうの。え、じゃあ1000回目とかなんかあんのかなとかいろいろ考えちゃうけど、まあここで終わりにしたいと思います。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。